アキラはイタリア海軍の航空母艦。未完成のまま解体された。艦名はイタリア語で、和紙の意味で、偵察艦、アキラに続き、イタリアの艦艇としては三代目。イタリア語の発音により忠実な日本語表記では、アクイラ、またはアクイラとなる。イタリアは、ワシントン会議で空母保有枠6万トンを認められたが、 国民義勇軍の総監に続いて1926年に空軍大臣に就任したイタロ・バルボの発言力が強く、彼は空母の必要性を認めないばかりか海軍へ、旧式機しか残さないほか、海軍も積極的に空母を建造しようとはしなかった。しかし、1935年、第二次エチオピア戦争時にイギリスからの干渉を受けたことで、 イギリス地中海艦隊が仮想敵として浮上し、中でもイギリスの航空母艦への対抗がないことが問題視されるようになった。この時、旧式化していた土球戦艦、カイオドイリオ級戦艦2隻を航空母艦へ改装する案が出されたが、速力が21.5ノットと低速なことや戦艦としての構造が航空母艦として不適格と判断され、 この案は見送られることとなった。同時期、長度急戦艦、ビットリオベネート級戦艦の設計を手掛けていた、造船総監督、ウンベルト・プリエーゼ技術大将は一万四千0トナンと二万二千0トナンの二タイプの航空母艦の設計案を海軍に提出した。この新型空母案は島型環境を持つ近代的なものであり、設計においてはイギリス海軍の航空母艦、 アークロイヤルの影響が見られるものであった。カバンにあり海軍時間は2案のうち予算的に制約の少ない1万4000トナンに興味を抱いたが、この時期には海軍は新戦艦の建造に全力を注いでおり、一方でエチオピアをめぐる国際情勢悪化のために早急に空母を調達する必要があり、新型空母を1から建造することは難しい状況だった。 本艦の前身である火脚船、ローマこの時期のイギリスは地中海艦隊に航空母艦、グローリアスに加え、本国艦隊の姉妹艦、カレージャスも一定期間で地中海に派遣されており、有事の際にはこの2隻を相手にせねばならなかった。その折に海軍が目をつけたのは1926年に巡航した客船、ローマとアウグストゥスの2隻であった。 心臓は難しくとも、既存の船体を流用すれば、後期を短縮できると判断し、海軍はこれを徴用することとした。1936年に海藻空母の設計案がまとめられた。2艦のうち、ローマを海藻したものが本艦で、アウグストス海藻のものは、当初、ファルコと名付けられたが、後にスパルビエロと改名された。しかし、 1936年8月にエチオピア戦争が終結し、地中海におけるイギリス海軍への脅威が薄れて余裕ができると、海軍は再び新造空母計画に立ち戻り、本艦の改装計画は一時中断する。1937年にカバンにあり、海軍次官は、東アフリカのイタリア海軍基地への戦闘部隊配備を企画、公用性のある軽巡洋艦部隊と、 近代新臓2隻を機関とする案を提案し、心臓空母研究続行を指示した。心臓空母は1936年案では、排水量1万5000トンに拡大された。海軍計画では、フランス海軍のダンケルク級戦艦への対抗として15インチ砲を持つ、新戦艦、ビットリオベネト級2隻が1934年に寄港し、1937年に順調に、 浸水しており、また戦艦、コンテディ・カブール級2隻の改装工事が終わって、収益する時期だった。加えて計画した、重巡洋艦や、軽巡洋艦、駆逐艦などの整備も予定通りに進捗している状況であり、これに、新型空母と新型軽巡を加えることで、英地中海艦隊にも対抗し得る均衡の取れた海軍戦力を得られるはずであった。 しかし、時間が上院で構想を発表すると、ムッソリーニは1万5000トン空母心臓案を却下する。この頃、イタリア軍では、地中海沿岸への新型爆撃機や、来撃機の配備が進んでおり、加えて、スペイン内戦で、イタリア義勇航空隊が、スペイン海軍のエスパーニャ級戦艦、ハイメ一世を爆撃するなどの活躍が報じられており、それら航空戦力で、 イタリア海軍艦隊へのエアカバーは十分と判断されたものと推測される。ただし、心臓安却下の一方で、客船、ローマの改装計画続行が認められ、改装作業が進められることになった。その後も海軍は、心臓空母の取得は諦めず、1939年9月に、再び1万5000トナン2隻の建造を議会に提出した。イタリア国内では、 イタリア空軍が巨来の予算について政府との論争が続き海軍の要望を政府が聴取していた。この折に海軍計画の進捗が明らかになった。新戦艦の後期グループであるローマとインペロが1939年に浸水するとともに、新造空母2隻は1940年に発注して1943年から1944年の 春行の予定であるとされた。この他に、新型系寿命館、コスタンツチアの旧2隻の建造も予定していた。しかし、折から、ドイツ軍のポーランド進攻により、第二次世界大戦が勃発、イタリアは中立を宣言していたものの、戦争介入への可能性は高まっていた。イタリア海軍としては、航空母艦の整備を急ぐ必要もあったため、結局は、客船、ローマと、 アウグストゥスの空母への改装方針がより固められることになった。この時期にはローマはアメリカから呼び戻されており、海戦後の戦いにおいて洋上でのイタリア空軍の支援が受けられない不満から、自ずと航空母艦の重要性を感じた海軍は、この時期に及んで航空母艦を求めた。1940年になっても本艦に搭載予定のフィアット社のディーゼル機関の開発は、 支援を続けたため、イタリア海軍では、機関の換装を必要としない、高速客船を、海装空母とする研究を始めた。カバンにあり、海軍時間が選定したのは、レックスとコンテディサボイアの2隻でいずれも、高海速力は、約27ノットを発揮できるもので空母への回装に、支障はなかったと考えられた。しかし、海運当局の反対があって、この計画はとんざした。 1946年にジェノバ港で取られた本館、アイランドの構造がよくわかる構図。船体はもともとは火脚船であったために外観と巡航性を重視しており、巡洋艦のような高速を出すのに不向きであった。このため、航空母艦に改装するにあたって、上部構造物はすべて撤去し、艦首と艦備の構造を延長して、 抵抗を軽減することで解決した。船体内も細かく水防区画が設けられ、機関区も一新された。弾薬庫と燃料タンクは厚さ8 0ト、mm、ルの装甲で防御されていた。艦首は強く傾斜したクリッパー型となり、艦尾も鋭く切り立った形状に改められた。また、水雷防御を強化するために水線部の広範囲にバルジを装着し、 その内部にコンクリートを詰めて水密化と重心を下げる効果を狙った。1946年にジェノバ港で取られた本館。完備よりオーバーハングした飛行乾板と原則の宝座の形状がよくわかる構図。飛行乾板は格納庫の前端から完備までオーバーハングしていた。船体中央部の右辺側に大型のアイランドとが立ち、煙突の背後にシュマストが 斜め後方に建てられていた。対空火器は飛行乾板のスペースを狭めないように原則に張り出しを設けて広範囲に分散配置されていた。本館の完成予想図飛行乾板にはエレベーターが集中配置で中央部に2機が設けられて格納庫から出された関西機は艦シュガー乾板に埋め込まれたカタパルト2機により出された。 格納庫は長さ160メートル、幅18メートルの溶石があった。本艦の搭載機として選定されたのは D2001 の関西用改造型であったが、翼を折りたたむ機構へと回収ができなかった。搭載数を増やすため、格納庫内に26機格納するほか、天井25機を検証し、飛行甲板20機を露天かかり止めすることで、 搭載機数を51機まで増やした。リニ・千一の折りたたみ機構が実装された場合、搭載数は66機にまで増加できる予定であった。手法は、アンサルド社製、カイオ・ドゥイリオ9000艦の複砲にも採用された、1938年型十13.5センチメートル砲を採用した。従来のイタリア海軍の昇降警報は初速を上げて、 威力を強める工夫であったが、これは遠距離で散布界が広まる傾向にある不具合があった。これを改善すべく、口径を上げて砲弾にかかる初速を下げることで散布界を狭めることができた。重量 32.7kg の砲弾を行四45度で19600メートルまで届かせることができる。この砲を本級では単装砲塔に収めて発機を搭載した。 砲がの不行能力は、行角85度、不角5度である。旋回角度は、船体守備線方向を0度として砲塔が、左右120度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分6発である。広角砲は、アンサルドテルに射程。 1939年型6 5トル広角砲を採用した。重量4 0 8ラムの砲弾を行角45度で7 5 0 0ル最大行角で高度5 0 0 0ルまで届かせることができる。この砲を本級では単層砲塔に収めて12機を搭載した。砲がの不行能力は行角80度、深く10度である。 旋回角度は240度の旋回角度を持つ、手砲神の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分20発である。他に近接火器として、ブレダ社製、1940年型 20mm ル機銃を六連装砲画で22機を配置した。元が高速客船とはいえ、 機関出力が3万4000馬力で、速力21ノットでは既存のイタリア戦艦よりも低速であり、機関強化が決定された。後期短縮のために、機関は建造中のカピターニ・ロマーニ、休憩巡洋艦にも採用された、ソーニクロフト式重油戦勝水艦艦8機とベルッツォ、式にヤードタービン4機がそのまま使われることになった。この感想により、 機関出力15万千馬力で速力30ノットを発揮する予定であった。機関配置はボイラー2機とタービに1機を1セットとして計4区画を中間区画を挟んで前後に分散配置する生存性の高い配置だった。アキラと解明された本館の改造工事はジェノバのアンサルド社で1941年11月に開始された。しかし、 船体の改造が多岐にわたった上に、資材不足にも悩まされたため後期は遅延の一途をたどり、1943年9月にイタリアが降伏するまでの進捗度は約80%であり、完成はしなかった。この後もドイツ軍に接収されて、現地で偽装工事が続行されたが、連合軍による1944年6月16日の空襲により損傷。 さらに1945年4月19日には、本艦によるジェノバ港の閉塞を防ぐため、イタリア共同航戦海軍の人間魚雷による攻撃を受けて大破し、その場で自沈処分となった。1946年に扶養されてから、解体業者に売却され1951年ら、スペツヤに栄光されて解体された。ありがとうございます。